お前は今トマトを食べてるな。知ってるかい、世界ってこれをオーンと呼ぶんだぜ。あの頃この窓から見える世界が全てだった。ほらあるだろ、女子と喋ってるとこ見られたくないっていう、そういう男心理。子供いろいろあるのね。遅刻はするわ、居眠りするわ、喧嘩売ってんのか。浅井君は私だけじゃなくて、はじめ君もバカにしてるの。絶対正しくない。バカってないな、女の子という生き物を。ああ彼女高校辞めるらしい。行ってみる、入江さんち。見ねえ。電話してみる、入江さんに。あの山を越えるって話なの。あれ今この時期に経験しときたいことはちゃんと今経験しないとダメなの。曖昧な記憶の中でひときわ光り輝いていたあの時間、それを世界じゃ青春と呼ぶんだぜ。大人ドロップ、いってらっしゃい。